皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はコウペンちゃん花丸日和のこちらの宝物を見ていきたいと思います。僕が、無事ねもらうことができたものは紹介していくんですけども、残念ながらこういった右下左下のようなハテナマークになっている部分、これは僕がね、もらうことができなかった部分になるんですけど、そういったところが結構多いんだよね。でも今回紹介できるのは僕が無事ゲットできたものに限らせていただきます。そこはね本当全部お見せできなくて申し訳ないんですけども、ちょっとご了承いただければなと思います。じゃあ今回もちょっと長めの動画になっちゃうかなと思うから、もうね、早速紹介の方入っていこうかな。紹介というかもうまったり見ていくって感じだけど、じゃあ左上、横島絵長さんの絵、絵長ちゃん描いたんだね。横島絵長ちゃんを描いたんだよ。次、四つ葉のクローバー、とっても珍しいクローバーこれは白爪草だって。幸せな気持ちになるお花だよ。いろんなお花がある。で、お星様ステッキ、素敵な魔法が使えそう、欲しい。で、これは枕、のんびり眠れる枕だよ。元気充電枕じゃないんだね。で、いちごミルク、甘くて美味しいジュースだよね。これ飲むとピンクコウペンちゃんになっちゃいますからね。で、なんとかなるアイテム、なんとかなるアイテム、すごいアイテムだよ。助立ちいたすって言ってる欲しいね。なんとかなっちゃうアイテムってもう万能ですからね、どんな時でも欲しいよね。で、金色の鈴、可愛い音が鳴る鈴だよ。えながちゃんの鈴なんだね。で、蜂蜜クッキー、変わった形のお菓子だよ。蜂蜜、これ蜂の巣の形をしたクッキーなんだね、珍しい。じゃあちょっと飛ばして、おやつチョコ、サクサクした甘いお菓子だよ。美味しそう。次、これは水色の水筒、冷たいお茶を入れてるよ冷たいお茶が入ってるんだ。あ、君行きの切符、いいね、君のところに連れて行ってくれるやつ。これは笹かま、美味しくって新鮮、笹かま、かまぼこだ。美味しくって色鮮やかなかまぼこ、いいね。はんぺん、美味しくってふわふわのはんぺん練り物シリーズ。水色ヘッドフォンだ、水色のヘッドフォンだよ。で、これがピンク色のヘッドフォンだよ。で、お届け物だ、綺麗にラッピングした箱だよ。中身は秘密。これはね、いろんなものが入ってるんだよ、きっと。いろんな方に届けるものだからね、コウペンちゃん。いつもお届けしてくれてありがとうね。で、コック帽。背が高くなった気がする帽子の分ね。で、風船。ふわふわでぷかぷかな風船だよ。で、飴ちゃん。甘くてキラキラしてるお菓子。あ、指揮棒だ。みんなを指揮するかっこいいアイテム。これ太鼓、叩くと音の出る楽器だよ。リコーダー、プーって吹くと音の出る楽器だよ。蝶々の髪飾り、本物そっくりの蝶々さんだよ、だって。これ頭に乗せてたら本当にね、頭に蝶々が止まってるようにしか見えなかったから、すごい。チューリップ、とっても綺麗な花なんだよ。ペンギンな柏餅、お餅の形が誰かに似てる。コウペンちゃんに似てる、すごい。こんな柏餅食べてみたいですよね。で、葉っぱの帽子、コウペンちゃんがお誕生日にもらった宝物だよ、いいね。猫耳、猫に変身できる、変装できるアイテム。扱いに困る帽子なんだって、ウサギの帽子。茶せん、抹茶を立てるよ、シャカシャカと、いいな。カフェメニュー、ご注文はいかがですか。すごい、コウペンちゃんのこれよく大きくこうやって見るとね、パンケーキとかコウペンちゃんのドリンクとかまで映ってるのが見える、すごい。中華な帽子、青くておしゃれな帽子。これにもね、四つ葉が書いてあるんだね、細かく作られていますよ、すごい。コウペンちゃんのぬいぐるみ、コウペンちゃんにそっくりですごい。トマトブローチ、真っ赤なトマトの飾りだよ。ナスブローチ、艶やかなナスの飾り。
で、トウモロコシブローチ、つぶつぶいっぱいの飾りだよ。これは花丸バッジ。花丸も、バッジも花丸なんだよ。かわいいな。リンゴ飴、甘酸っぱくて美味しい。青サンバイザー、かっこいいサンバイザー、似合うかな。へー、キノコ帽子だ。これをかぶったらキノコになれるかな。へー、で、金の鍵、不思議の国の扉を開けちゃうぞ。この鍵を使ってあのドアを開けるわけだ。すごい。クリスマスプレゼント、クリスマスのプレゼント、中に、何が入っているのかな。はー、これはヒイラギの実、かわいい木の実、 お部屋に飾ろう。センス、福を呼ぶおめでたいセンス。水色のマフラー、ワッペンがかわいい。水色のマフラー、これワッペン、おー、コウペンちゃんだ。よーく見るとね、コウペンちゃんの刺繍というかワッペンか、ワッペンが縫い付けられているんだ。うわー、かわいい。へー、結構ここら辺から空白多いな。申し訳ございません。ピンクのリボン、幸せを呼ぶピンクのリボンだって。桜のブローチ、桜の花びらの形をしたかわいいブローチ。これは一周記念タスキか、一周年記念のタスキ、花丸のマークがついた1周年記念のタスキで、コウペンちゃんの素敵なテナードラム、いっぱい叩けるテナードラムだよ。で、オカリナだ、エナガちゃんのオカリナ、可愛いクローバーのついた横島エナガさんのオカリナ。で、これは鬼さんピンクコウペンちゃんのパンツ。可愛い虎柄のパンツ、可愛い。この足のところ可愛いね。足通すようにちょっとこう、くぼんでる感じ。可愛い。これはあれ、あ、鬼さん水色コウペンちゃんのパンツ、おしゃれな虎柄のパンツ。こっちはあ、ピンクコウペンちゃんで、こっちは水色コウペンちゃんか。ほぼほぼ一緒。これが普通のコウペンちゃんがつけるパンツか。可愛い。赤い方がちょっと強そうに見えますね。で、かっこいい短冊。エナガちゃんが書いた短冊だ。ジャーク。世界征服とかね、書きそうだよね。で、花丸うどんの前掛け。花丸うどんの前掛けだよ。気が引き締まる。花丸うどんコラボとかまたやってくれないかな。ね、どんな形でもいいからまたやってほしいよね。花丸うどんのコロッケ。サクサクホクホクのコロッケ。で、かぼちゃブローチ、かぼちゃランタンの形をしたブローチ。で、お化けコウペンちゃんの着ぐるみ、裾のクローバーがおしゃれなお化けのぬいぐるみ。いいですね、この顔がかわいいな。かぶってみたいよね、こういうやつ。ドラキュラハットだ。このハットをかぶると空が飛べるとか飛べないとか。ハットかぶるだけで空飛べるとかあるの？だとしたら欲しい。空飛んでみたいっていうのはもう人間の夢ですからね。いいな、ドラキュラハット、名前もかっこいいな。アウトドアな帽子、お花のワンポイントが可愛いでしょ、とっても可愛い。で、コウペンちゃんの寝袋、すごく暖かい寝袋。いいね、寝袋で寝てみたいな、いいな。ちっちゃい頃ね、寝袋で一回僕キャンプで寝たことあるんだけど、それ以降寝袋って使ったことないんだよね。キャンプとか行くとしてもコテージに泊まっちゃうタイプだから、テント張って泊まるっていう感覚はあんまないんだよね。いいな、来年こそはやってみたい、そういうの。うん。で、次、あ、これか、ふんわりマフラー、巻くとすごく暖かいマフラー。マフラー必需品だ、これも必需品。ふんわり帽子、すごーく柔らかい帽子。これは神様ステッキ、不思議な力を感じるステッキ。神様コウペンちゃんが持っているやつだね。これで僕たちのお願いを叶えてくれる。そして水色のスキー、スイスイ滑りやすいスキーだよ。かわいいな、これでコウペンちゃん走ってたね。で、こっち花丸スノボ。花丸マークがかっこいいスノボ、すごい。そっか、これはそっか、裏面だけじゃなくて表面にもこうやって書いてあるんだ。すごいな、欲しいなこのスノーボード。へえ。で、みかん、甘いみかん。みかん食べたい。で、ハートの杖、魅惑のハートの杖。へえ。
水色のリボン、幸せを呼ぶ水色のリボン。これはピンク色のお花の髪飾り、ピンク色の花びらの形をした可愛い髪飾りなんだ。これは黄色いね。黄色いお花の髪飾り、黄色の髪、黄色の花びらの形をした可愛い髪飾り。って結構空白が多くて、これは横島提灯だ。横島提灯。怪しくも凛々しい提灯だって。陰陽師のえながちゃんにぴったり。次、化け葉っぱ。何やら特別な葉っぱ。すごいね、これを使って化けるんですね、こうペンちゃんは。で、素敵なドレス、魔法でできたドレス、すごいね、魔法で作られてるんだね、このドレスは。ね、12時過ぎると魔法が溶けちゃうからね。設定までしっかり忠実に再現されてて素敵だな。これは蝶ネクタイかな、赤いリボンか。リンゴの形をし、あ、リンゴの色をしたリボン。もうコナン君の蝶ネクタイ型変色に見えちゃった一瞬。これは、レイポー、レイポー、レイ、え、レイポーって何ですか。綺麗なお花の髪飾りのことをレイポーと呼ぶんですか。ちょっと初めて聞きましたね。水が入らない水中ゴーグル、ジャストフィットな水中ゴーグル、いいですね。これを使ってコーペンちゃん泳いでる姿僕大好きなんだよな。ゴルフボール、幸運のゴルフボールだ、すごい。四つ葉が描かれているゴルフボール。ジョーカー帽子だ、クールなピエロハット、えながちゃんがすごく似合うやつ。あ、もう終わりだ。ひまわりの種。大きなひまわりの種ね。ひまわりの種って美味しいのかな。人間が食べちゃったらダメだよね、さすがに。どんな味なんだろう。で、最後これ、キラキラ星、ピカピカの星ということで、最後のね、クリスマスコーペンちゃんがくれたやつしっかりゲットしておきました。クリスマスツリーのてっぺんに飾るやつですね。とりあえず今回はね、僕がちょっとまたね、長い動画になっちゃったかなとは思うんですけども、僕が無事集めることができた宝物のみの紹介になってしまいましたが、一応ね、動画に残しておきました。本当だったらね、ここもなんとかいろんな方、フォロワーさんと協力し合って全ての宝物をお見せしたかったんですけど、ちょっとね、時間がなかった。なのでここは僕だけの、僕が集めたもののみの紹介でご了承ください。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。